はい、こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリウハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は腰痛を 100% 改善する方法ですねについてお伝えの方をしてきます。で、腰痛 100% ほんまかいなって思ってるかもしれないですけども、ちょっと 100% は言い過ぎかもしれないですけども、これをやったらもう本当に何十年来の腰痛でも改善されるケースが多いです。なのでぜひこの動画を見た方は今日から実践してください。今日からですよ、ポイントなので。じゃあ具体的にどういう方法をするのかですねっていうのは、実はめちゃめちゃシンプルです。で、どういうことかというと、毎日お風呂に浸かってください。シャワーの方はお風呂に浸かってください。で、お風呂に浸かって、お風呂の浸かった後にお尻を伸ばすストレッチと、この脇の部分グーッと伸びするような、脇の部分の筋肉を伸ばすようなストレッチですね、この2つを毎日やってほしいんですね。で、その2つのストレッチのやり方はこの下の説明欄に載しとくので、そちらの方を参考にしていただければなと思います。で、その2つのストレッチをお風呂に浸かる10分以上は使ってほしいです。10分以上使って、使ったお風呂上がりにストレッチをする、これを毎日継続する、毎日ですね、1日でも欠かさず、1日でもやらない日を作らない、毎日やるってことをやってほしいんですね。ってことができたら腰痛っていうのは本当に改善します。で、それだけって結構思うかもしれないんですけども、それだけだから改善するんですね。これどういうことかというと、腰痛改善するためになんか皆さん難しく考えすぎてるんですね。なんかこういうすごい体操せなあかんのちゃうかなとか、こういうストレッチせなあかんのちゃうかなっていうふうに思ってる方が本当に多すぎるんですね。で、実はそんなことしなくても改善なんかするんですね。で、皆さん改善せえへん理由っていうのは続けないから、本当ここポイントで続けないからです。で、なんで続けなダメなのかって時に、有名なもので 1.01 の法則っていうのがあるんですね。で、それは何かというと、1.01、要は本当にちっちゃなこと、1にプラス 0.01 したことっていうのを365乗ですね、したら 37.8 になるんですね。要は本当ちっちゃなちっちゃなことでも1年間続けたら約38倍の効果が出るんですね。逆に、ですね、1よりも 0.1、 0.01 小さいことですね、 0.01 小さいことを365日するとどうなるかというと 0.03 ですね。こうなんですね。本当ちっちゃなことをする、もしくはサボる。だからさっきのちっちゃな 0.01 のことをするかしないかで38倍の効果になるか、効果なくなって、これは要はマイナスなんで痛めてるんですね。だからこっちはもう痛みですね、もう痛みにつながる。で、こっちは要は楽になるってことなんですね。で、ほんとこれだけなんですね。で、皆さんこれを分からずに継続をしなくてすぐ終わる、で普段サボるから痛なるんですね。なのでこの動画をご覧の方は今日から毎日ちっちゃなことを継続する癖をつけてください。すれば腰痛っていうのは 100% 近く改善することができます。
なので、あの今日お伝えしたお風呂上がり、あお風呂に浸かるでストレッチを2種類する、これを今日から毎日してください。して、何年来の腰痛をぜひ改善していただければなと思います。では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。